あったえ <laughs> <laughs> もしもしチャルロスさんお久しぶりすごいえボタリンボンロってやつだい <laughs> 黒歴史だ投稿したい私嘘でしょ <laughs> チャルロスやってみるかディバトルなんだいディバトルであのミッション取る やるえ、るえ、相手誰、え、相手の名前なんだい。パックンの娘っていう。うう、もう、お、え、前、ー。勝ったらやばいえ。すごい、これ何、な<し>何人でのバトルかい、これ。一二三四、あ、四か、四ギャングか。うっしゃれ、る、うん、通常、ごい、ってこい。行くえ。暴れてきて。最初に殺したやつが勝ちだよな。ああ。一人でも倒したら終わりだ。分かったい。ああ、負けてもいいぞ、じゃるが。勝ったよ。行くえ。い強気に行くえ。 割着陸でいいぞ。わちしかえこれ難しいえ。かオールインだったんだよね。とどめは多分ちじゃないえ。オールイン。じゃあ今回はオールインにするか。すいませんすいません。どうやらうちと予定変わっちゃったみたいで。すいません。やっぱあのテルロスさん。はい。じゃあアンブレラでいい。えっ。これからの期待を込めて今回お譲りしたいなと思ったので。失礼しいいのかい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。 チャルロス一個だけ約束して何だい勝ったって無線の報告して俺が勝ったって報告して無線だ、うん、譲ってもらったじゃなくても勝ち取ったってあ分かった勝ったえあり <laughs> <laughs> がと位だい <laughs> 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 ありがとうございますもしもしだいもしもしチャルロスさん久しぶり <laughs> え <laughs> 久しぶりだいどうした どうした久しぶりだよ、いや、もう声で分かった、誰か。あ、あ、登録されてなかったわけ、私。そうだ、え、ボタリンちゃん。ボタリンだよ、久しぶり。い,いや、ちょっとね、チャルロスさんに会ってない間に、渡したいものがあって。うん、そうなのかい?。そう、チャルロスさん、今日は暇の時間ある?。 ああ、暇な時間になったら電話していいかいうん、わかった。かったはい、じゃあ、また電話するバイバイだい。バイバイ。ありがとうございます。あっ、お待たせ。待ってないよ、今来たとこだい。今来たとこだえ今日はどうしたんだいなんか身長縮んだいや、座ってるからだい。座ってるよ、立ってないよ。 縮みすぎだよ、そんななんかすごいキッズサイズになるそんな縮みすぎだよ最近会ってなかったねそうなんだえ。元気してたかいわかいうんわはいろいろしてたえこの町で何してんの最近巨大な隕石を止めたりしてたよ巨大な隕石止めてるのそうだよこの町を救ったんだよ、私は。はいちょっと待つリベンジするあじゃあ、高木とようだか連れてってもいいえわかったえ。わかっすかあの、武器回収の方すかなんとてんの あ,あ、違うえ耳がかゆかったんやんだいえなんで耳がかゆかったんだい <laughs> これでほら行くえ <laughs> 耳かゆきょ <laughs> <laughs> 日は今日はどうしたんだいいやちょっとあの渡したいものがあってさなんだい指輪かえ請求書あこれは私からああびっくりしたい渡したいものがあるって請求書を送られたかと思ったよ <laughs> <laughs> 全財産持ってくれるかと思ったどうしようかな 何個ずつにしようかな何個ずつ食べ物かいそう届いたでしょう。えっとね、もうすでに五個いってるはずすごい三種類あるよえ、すごいヤンニョチキンとか揚げかいと、そう照りマヨ唐揚げえ、すごいえ、めっちゃおいしそうだ何味が好かわかんないからさいや、白唐揚げが一番好みだよ、私はあ、本当？そうだよ白唐揚げフルで揚げるね え唐揚げ屋さん始めたかいえ違う違うあのほら初めてさあった日にさ、うん、チャルロスさんのさ観測者さんたちがさ、うん、あの、デブネタの時ね <laughs> しきりにさ「唐揚げ唐揚げ」揚げって言ってたのよそうなんだいそうだからなんか唐揚げを食べさせてあげたら面白いことが起きるのかなと思ってそうだ今どこかの扉が開いたえこの町のえっううこ,この町のええ 唐揚げをあげた人がそうだよ、わっちに唐揚げをくれた人しか通れない部屋があるんだい。うん、えー、すごい、何それ。嘘だい、ごめんだい、ちょっとそ,そんな信じると思わなかったちょっと4人目だったの悲しいけど、でも開けたんだと。<laughs> 嘘だい、1>, 1人目だい、唐揚げになってくれる人は1人目だい。えー、でもすごい、これどうやって作ったんだいこれあこれね、町に唐揚げ屋さんがあるんですよ、実は。そうなのかい だけど、ベッたに空いてなくてで、この間空いてたからタルロスさん唐揚げ好きって言ってたから大好きだえデパートの1階にねあそこにあるんだいそうだけど、たまにしか開かないあ、そうなのかいそうそう買ってきてくれたのかいそうだよ、会えたら渡そうと思ってえー、うしいだえうれ <laughs> し、え、そ、もうえ、もう <laughs> これはもうなんだいないよ、もうこれもうれしすぎるよもうこれもうどういうことかいこれもう夜の街にふけてい行くよもう 消えてくえ、てく <laughs> 夜の街に消えてくえ消ええていくえ最近会ってなかったしお話ししてたらもうだってっだよ去年だえ最後喋ったら最後ってかもうさなんかもう最初で最後みたいな感じそっかその後さそうなんだよクリスマスパーティーじゃないやクリスマスコンサートでチラッと見かけたぐらいだった確かにそうだえたい,いそういえばモノオさはいこちら、えー、チャロス様から<っ>えはいどうぞシャンパンです あちらのお客様からシステムま、遠慮しないでほしいえ。キザーえ、ま、よかった、よかった、ナイス。かっこいい。そんぐらいしかできなくてごめんだい。かっこいい、いただきます。どうぞだい。さて、そろそろ行くかえお仕事会議室いるあ、今から行くえすまんへ。ルとボタリンすまんだい。私は守るものができたい。 よーかいっすよ今大事な大事な二人守るものができたんだい二人そうなんだい、うん、その二人と一緒に成功を収めるために今頑張ってるんだいえなんか宗教いや <laughs> 違うちょっと今いいと宗教とか言うなよお前あー <laughs>、うん、いいとこなのうんいいところ。その二人と一緒に頑張るからそれが終わったらボタリン迎えに行くわ、うんはい、この戦いが終わったらってやつだいそれそうだい俗に言うフラグじゃんそしたらその時は いい返事を待ってる。わかった、頑張ってね。わちが生きて帰ってきたら、おいしい唐揚げを<え>食べる。死ぬやつ。死なないえ、<れ>わちは。死ぬやつ。わちは死なないえ。死ぬやつだよ。じゃあちょっと、着替えて行ってくる。え、仕事日そうだえ見たらわかるえ。ボタリンはわかんないかもしれないけど、後ろの二人は絶対わかるえ。わっちの仕事。 わかんない。何それちょっと待って、よく見せて。ボタリン、は雲になっ、たんだええ、ちょっと待って、それは許さない。地下競売がもう始まるんだい。いやいや、ちょっと待って。地下競売がもう始まるんだい。ちょっと待って。団長ってことでしょえ、わかるかいいや、わかる、もかるわかるけど、わからないの。あの、コンテンツ細工じゃない。 最悪だね最悪だねえまあ唐揚げ食べて頑張って頑張る上ちょっと今忙しいからまた暇になったら暇伝する上分かったよそれじゃ派手に行こうじゃあねみんな行ってくる上あ、行ってらっしゃいじゃちょっと難易度は跳ね上がるか頑張ろううん。いただきましたおー、ジッポちゃんとこうやって見たの初めてでおー、人 どこかでお会いしたことあります守ってるあれチャロあれ守さんあれチャロさん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 お前の名前呼びすぎだよ名前言いかけにする名前今今からわかりますなんて呼これじゃ行くえチャロさん女が欲しいかでも私はいい感じの。 いるんだいあれじゃないさっきボブキャット前にバーに行ってから揚げプレゼントしてもらって、うん、それじゃあ仕事行ってくるよっつってあの仕事を隠しながらいい感じだいボタリンボンローってやつだいえなるほどねえもしかしてえ,え私の天敵だそいつはえそうなのかいそうだおちしまいい感じだい私は極力関わりたくないえなんでだい え、ちょっと待ってえ、あいつの着信音っていや、違うかいあの人の人着信は確かボスえあれボスかい、ね、黒歴史だ。金に困ってるときにな、ボスボイスを売るっていうことをしてしまったんだ。 ボス、ボス、あれ黒歴史かいあいつ、帰ろって言っても絶対一生買えねえから、あいつ、あの、私、あの、初日に聞いたい、ボスの着信音。あとさっき、メッセージが来たんだい。シャンパン、ごちそうさまでした。世界の平和のために頑張って戦ってきてね。ハート、ボタリンよりって来たんだい。<laughs> えあの反応はなんだいボス、ボタリンはやばいかいこれ、狙ったら。 危ないかいいや、もう別にチャルの好きにしたらいいけど、私は違うんで、私、警察にもちょっと思いをはせてる子がいるんだい。どれリコちゃんだい。いい声の子がいるんだい。シオコリコか。赤髪の子だい。はいはいはい。ああいう感じが好きなんだな。そうなんだい。じゃあ、今日銀行ごとしたい。解放条件なんだいって言われた時に、投稿してほしいですって言われて投稿したいわち。嘘でしょ 本当あそうだよもう逃げずに逃げずにもう捕まったい。